狩山俊介の映画、メタモルフォーゼの縁側を見ましたでしょうか。鶴谷香織の漫画を原作とした映画で、少年同士の愛、ボーイズラブを軸に、女子高生のうらら、芦田愛菜と75歳の雪宮元信子の交流が描かれます。先に難点を述べておくと、日テレ制作らしく、映画なのに画面がテレビドラマっぽい弱さになっています。ただ、BL を扱った興味深い作品であることには違いありません。このチャンネルでは、コンテンツ探偵メタが、2020年前後の新しい古典を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは、作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますので、よろしくお願いいたします。まず、あらすじを紹介します。主人公のうららは17歳の女子高生。そろそろ担任の教師に、高校卒業後の進路について相談票を出さなければなりませんが、自分が将来何をしたいのかわかりません。ただ、日常を教室の隅でさえなく過ごし、バイトの本屋に向かう毎日です。そんなうららの日常に転機が訪れます。たまたま書店に立ち寄った独居老人ユキが BL 本をうららの立つレジに持ち寄ったのです。うららも実は BL 本のファン。性的な内容から周りには明かしていません。一方のユキは BL に精通しているわけではなく、綺麗な表紙に惹かれて購入したものでしたが、次第にその内容にはまっていきます。再びユキが本屋を訪れることがきっかけで、二人は年齢を超えた同好の死になっていきます。うららの人生に大きな影響を与えるのは、単に年齢を超えた友達ということではなく、同人だからです。赤毛のアンでも、アンはレドモンド大学に進学しましたが、幼馴染のダイアナは地元で即結婚。話す内容も俗っぽいので、腹心の友、ボゾムフレンドとしています。一方、大人になって出会った郷土のインテリは、アンにとって同志キンドレッドとして分けられています。つまり、うららは団地や学校の腹心の友ではなく、ユキという同志を得たということです。しかし、うららは、まだ自意識に悩む高校生なので、ひがみっぽいところがあります。戦術の通り、男性同士の性的な関係を描く BL が好きなことを表に出すことができません。クラスで恋愛も勉強も華やかにしているモデル系女子、エリは BL を楽しむのにもあっけらかんとしています。ただ、大衆が漫画を読むようになったとしても、オタクがいなくなるわけではありません。うららは BL をきっかけにエリとコミュニケーションを取ることはなく、むしろひがみっぽい目で遠くから見るのでした。一方、ユキは年の功もあるのか、BL が好きであることに迷いはありません。メタモルフォーゼの縁側は、こうした同人、ユキとの交流を通じて、うららが自分の気持ちに素直になる物語になっています。3、テグジュペリ、星の王子様のような BL 漫画を自分で執筆して、ユキと一緒にコミティアに出品するようになるまでになります。思春期に老人と出会って人格が投与されるという物語には名作が多く、例えば、ベスト、キッドやグラントリノも同じです。母親の転職に合わせて、アメリカ東海岸から西海岸に来たイタリア系のダニエルが、学校でいじめられるも、日系人の宮城さんと宮城流空手を通じて交流することによって大人になり、将来は自動車販売業で成功します。ダニエルが空手大会に出るのであれば、うららはコミティアです。ただ、ベスト、キッドのような物語は、どんどん主人公が上へと立身出世していく、垂直的な構造になっている一方、メタモルフォーゼは水平的に人間関係の広がりを描きます。それまで、こうした広がりを邪魔していたのは、うららの自意識なのでなおのことです。垂直的な立身出世は、むしろ同級生のエリにあり、ここも興味深いポイントです。なぜか、そもそも BL の前提となっている、男同士の友情は、多くを生産現場での共同を背景にしています。なので、キャプテン翼や、スラムダンク、大奥の吉永文も BL 本作成、金田純子、グラップラー刃牙は BL ではないかと、1日30時間300日考えた乙女の記録、なわけです。昔だったら狩猟や採集、近年ではスポーツや職場でのチームワークや上下関係、敵対や競争の中で生じる感情は、生産から排除された者にとっては憧れとともに謎の存在。BL は、そうした参入し得ない共同関係に、自己の性的属性をリタイアさせることにより参入し、男同士の友情を連情で代替する創作になっています。メタモルフォーゼでも、ユキもうららも、君のことだけ見ていたいのキャラクターと付き合いたいのではなく、応援したいのは、こうした事情から来ています。あくまでも自分たちは裏方です。二人とも事情は異なりますが、社会からは引いています。しかし、エリはどうでしょうか。エンタメとして BL は楽しんでいましたが、ハマるというよりも、他と同列といった感じです。むしろ、自分の夢のため、留学のための受験勉強に励んでいます。もちろん、これはエリが、まだ生産現場での上昇志向を持っているからです。82年生まれ、キム・ジョンへ続く。